1月12日、選挙啓発コンクールの入賞作品の表彰式が松阪ショッピングセンターマームの2階にある松阪公民館ホールで行われました。選挙啓発ポスターコンクールは、明るく正しい選挙を呼びかける印象的なポスターを市内の児童・生徒の皆さんに書いてもらい、広く注視することを目的に開催しています。全部で321点の応募作品があり、入選作品21点が表彰されました。松阪市選挙管理委員会委員長賞には、小学生の部では定水小学校5年生の宮村幸之助さんが、中学生の部では殿町中学校1年生の木虎美優さんが受賞しました。すごい頑張って色塗りとかも土地も描いたので、委員長賞に選ばれてよかったです。入選したポスターは1月20日の日曜日まで、松阪ショッピングセンターマーム1階エレベーター横の階段の壁に展示しています。